ある日、東洋メトロで運転風景を撮影していた時のこと。この時、誰もあんなことになるとは思ってもいなかった。そう、線路内に侵入し、列車を妨害する嵐がいたこと。ちなみに、もうこのことは報告済みです。線路内に侵入する行為、そして列車を妨害する行為は大変危険です。他の人に迷惑がかかりますので、このような行為は絶対におやめください。また、このような行為をしている人を見かけたら、すぐに報告、通報などをしてください。ここで嵐に言わせていただきます。嵐って何が楽しいんですか？人を困らせて楽しいんですか？嵐をしたって何も意味ないのよ。嵐をするやつなんて、心が腐ってるぜまったく。ほんとだよ。嵐だって何の意味もないし、ただただ人を困らせてるだけのご人間だよ。改めて、言わせていただきます。嵐行為は他の方の迷惑になりますし、大変危険な行為です。嵐は絶対におやめください。そして、嵐行為を発見したら、すぐに通報や報告をしてください。ルールを守って、楽しく仲良く遊びましょう。